はい、じゃあいきます。解体編、まずこれね、ここさっき先ほど言った先ほど紹介したここ真ん中に大きな筋があります。これほら裏表ね。で実はここはほらもう手で裂けます。こうやってほらほら、ほら手ででも小さめの包丁でこの膜を剥がす感じで取れちゃいます。もうほぼ手で裂ける、ほら手で裂いてもいいぐらい。こういう感じ、うん、はい、こんな感じで、これ最初に言ったやつね、ここが一番おいしい肉、ここおいしいのでまずこれ外しました。でさらにここもう油のこの筋、油と筋のところで勝手に剥がれていくので、全然難しくない感じ、ほら取れた、ね、でここもめくっていけばほら取れるやん、こうやって。面白い、うん、面白いやろ。本当はこれだけよ、全然難しくない。楽しそうじゃない。今取れた。何時、うん、すごい美味しい。そう、ここほら、ここが大きいでしょ、これが。これが大きいものを選んでいただきたいです。ざっくりほら、1.25、1キロ半分、うん、そうだから美味しい肉がもうまず半分取れたというところです。で、よく、動画で紹介されてる方もいるんですけども、まあ、これがステーキやローストビーフで美味しいですって言ってる方多いです。続いてこっちは煮込みやシチューに使うんです。煮込みやシチューそんなするね、そんなせえへんくない。家でビーフシチューそんなする。カレーぐらいじゃない、煮込みといえば。そう、それはもったいない、うん、カレーはカレー用の肉って今安くもっと売ってるんで、これをカレーの肉にするのにもったいない。そう、プライムで、プライムって言えばもうアメリカの日本でいう A4 とか英語の肉なんでもったいないです。それは違う料理を今回ご紹介します。カレーとか煮込みに使うのはこの筋で十分なんで、今からその筋を外していきましょう。それは何使うの。これはローストビーフとかもうステーキでもいいし、ちょっと凍らして薄く切ってしゃぶしゃぶでもめちゃおいしい。うん、あとでちょっとしゃぶしゃぶ一枚やってみる。はい、でここね、ここ、これこの線入ってるの、これが筋、うん、これ硬さが分かる、うん、これ油、うん、この油は焼いたら取れるんですよ、うん、実は、うんうん、ちょっと多いんで今回外して、ほらこう分かる、これ筋ね、うん、ほら、うん、これは煮込んで牛筋煮込みに使います。でこっちカレー、筋カレーでもいいしね、こういう感じ。ここちょっと外して持ってここにこう当てる感じ、こうね。これも実際やれば全然難しくないんで、そのちっちゃい包丁が必要やな。うん、これやりやすいかな、うん、まあ、大きくても全然いいんやけどね、やる大きい包丁で。何やろそれ、果物とかって。うん、そんなんでいいよ全然。はい、次ここね、これこれ外しちゃう。ほら、これが油、うん、ここはもうローストビーフとかしちゃおうか、塊で、うん、これ何が食べたい。ユッケ、ユッケする、ローストビーフユッケする、今度ね。で、ここもこの間にもうこことか2個あるよ、わかる。ここ、ほら分かれてるやん、だからここも外れるんで、ここ外してしまった。間の、うん、ここほら、うん、開けるやん、うん、開けると油ね、ここ出てきた、
まあ、結構こう剥がす感じで十分取れる。どれでしょう、ほらここほらほら剥がれてきた、ここ、でこれって指で剥がしていけばほら取れた、これこれ筋、これ出てきたでしょ、筋だけと、筋2個目、はい、こういう感じ、もうこれで十分で、このままやったら使いにくいので、今ここ取れた部分を剥がしてしまうと、もうこのめくって剥がれていくところを剥がしていけば基本的には取れる。どれくらい持つ、冷凍したら、冷凍したらもう全然何ヶ月とか、で今日ラップの仕方も紹介するので、まあ、1つ取れました、これね、美味しそう、ここも猫筋で、もうこれ塊で焼ければ、ローストビーフいけるよ、うん、ここは油なので取らなくて大丈夫、もったいないで取りすぎると、筋と油の違いってこれ、ほらわかる、これこれ上乗ってるの油、これ、うん、下筋あるのわかる、ほら、うん、ちょっと銀っぽい透明なやつが筋、うん、この上の白いのが油、筋は取れへんねんの、焼いても取れない、うん、油は溶けるけど筋は口に残るんで、そう、ただ煮込んだら柔らかくなるから絶対捨てない、もったいない、うん、牛筋煮込みにしてだ、あのこんにゃくと一緒に炊いてもいいし、茹でるだけでもちょっと美味しい、美味しい、美味しい、ネギポン酢で食べても美味しいんじゃない、茹でて、いい肉なんで、はい、綺麗になった、綺麗になったな、うん、で、まあ、筋外していって、これね、今ちょっとちっちゃく取れた部分、これはちょっと別で置いとこう、例えばこれをこの後紹介する牛カツ串カツにしたりとかすればいいんで、これこっちに置いておきます、こっちゾーンに置いておきます、これも美味しい肉、これで串カツ最高にうまい、最高にうまいよこれ、串カツでしょ、うん、こういう感じね、ほら2200円、いくら、はい、できました、これね、じゃあまずこれめっちゃ美味しい塊とちょっと外れたところ外してこう塊になったところ、これがまずめちゃうまで、油と牛すじ取れました、でこれを一旦もうラップして冷凍しちゃいましょう、もう食べれる方はこのまますぐに調理していただいたらいいと思います、続いて下の部分、シチューとか煮込みに使うんですっていう下の部分、ここも処理していきます、まずここね、もう同じここ見ればこの下がすじ、上が油、こっちもほらすじ油、この筋を取っちゃいたい、あるある、全然硬いって言っても、あのもう噛みちぎれへんことじゃないから、結局この筋を取らずに煮込んだりするから使用しか無理なんですって言うんですが、ほら見て、もう筋取った状態、これ、うん、そう、ただちょっと肉質がやっぱりほら、わかるかな、これちょっと筋っぽいわかる、見て、パッと、うん、うん、なんか、ほら、ほらやっぱさ、美味しそうやん、これってちょっと筋っぽそうじゃない、マグロと一緒やな、うん、マグロの端っこの方とか、こんなんじゃない、うんうんうん、そう、ちょっと硬い、ただ、こんだけ綺麗になればこの状態でいけば、例えばこれを薄切りにして野菜炒めにするとか、もう焼肉用使えます、これ、これシチューでもったいない、薄く切ったら全然焼肉用に使えるんで、ぜひそうやって食べていただきたいです、はい、じゃあ、あとはもうサクサクやっていきます、
で、あんまり神経質にならずに、これぐらいあの筋取るときついても全然大丈夫。あの筋煮込みで食べたら美味しいんで、もうそこまで綺麗に取らなくちゃダメって思わなくていいです。気楽にやってください。食べれるんでね、結局これ捨てるわけじゃないんで、筋。この3つ、まずこの3つがめっちゃ美味しいところ、最初に紹介したところ、大きい部分買ってくださいよっていうのが1キロで、煮込みって言ってもあのそんな煮込みじゃなくても使えるよっていうのがこれだけ。測ってみる、一応530だから 1.5 キロ取れるわけよ。めっちゃ食べれるところがめっちゃいいよね。それで 1.5 キロ取れました。で、筋、これやっぱ結構取れるよね。筋が同じ 500g 取れます。筋 500g で、もうちょっと食べられない部分、油、こんな油はたった 280g しかないという感じになりますと。これで解体が終了。まあ、せっかくなんでちょっと食べ比べてみましょう。で、今これ、ゆかちゃ ん、 ん、めっちゃ柔らかいところ言ったやん、さっき、うん、これ美味しいよってやつ、うん、うん、ここと、シチュー用ですっていうやつ、これね、ほら、シチュー用っていうところあるやん。これめっちゃ2000円やろ。そう、せへんけど、まあ、煮込み用っていうところね、うん、どれぐらい違うんだろうっていう部分で、食べ比べたらいいやん。じゃあ今度はシチューです、もったいない、もったいないやろ、ほら、見て、めっちゃ綺麗。まあ、この一番筋っぽいやつ、この2種類がどれだけ違うかっていうのを食べる、うん、はい、そう、茹でて一回食べてみて。じゃあこれまずいいやつね、いいやつ薄く切ります。2枚とこれ硬いところ2枚。まあ、こう見るとよくわかると思うんですけど、ほら、わかる？これちょっとまな板緑になってて申し訳ないんですけど、ほら、ね、全然違うよね。こうやってよく決めてきて、どっちが美味しそう？こっちやろ。だってこれなんかいっぱい入ってるこれ、あ、サシ、あ、サシだ、はい。はい、こうなるやん。ほら、どっちが美味しそう？こっちやろ。なんかスジ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 って言われて、はい、うん、白いの全部。そうやな、そうそうそう、これ油ね、これ、これ油、油、うん、これは、ほら、でも密室分かるの、なんか食べてみたら分かるな。あ、でもあれ、だそういう人のために、分かった、食べ比べに。え、でも分かった、一個違い、はい、肉の、こっちなんかそぽそぽそぽってしてるよ、うん、こっちテカテカテカってしてるやん、違うくない？じゃあこれいくよ、これ、はい、しゃぶしゃぶ。じゃあこれも一緒に入れちゃおうか。一緒に入れてさ、これね。じゃあまずこの美味しいところと煮込み用っていうのがどれぐらい違うか。はい、じゃあまず美味しいところ、はい、どうぞ。あ、美味しいところいきます。美味しいところ、うん、うまっ、柔らかいね、めちゃくちゃ美味しい。肉の味もある。うん、それで硬いところ食べた瞬間わかるよ、この反応。全然違う、パサッとしてるじゃない。でも美味しい。うん、本当の筋は全部取ったんで全然焼肉できない。美味しい、美味しいよね。肉の味は一緒じゃん、うん、今の反応がすごい大切で、今のをじゃあ全部後に食べたシチュー
カレー、それもめちゃくちゃもったいないです。あれは焼肉、それこそ焼肉にした方が美味しい。うん、例えば最初の美味しいところは薄く切ってさっと焼いて大根おろしの一緒に食べるとかね。で硬い方はあの焼肉タレにちょっとつけといて味をつけて、例えばニンニクの芽と一緒に焼いて食べるとかするとめちゃくちゃいいやんっていうことを今日はお伝えしたかったということです。はい、じゃあ肉の味が分かったところで続きいきましょう。